いつも長瀬けしチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます9月7日土曜日午前6時40分ごろ公開いたしました動画に重大な誤りがございましたこれよりはご迷惑をおかけいたしました皆様へのお詫びと訂正をさせていただきます 問題の箇所は3分39秒付近。片山副知事をはじめとする捜査班により、3箇所の捜査先がガサ入れにあったというレポートの中で、私は3件目は荒木元副知事だったと申し上げました。これが誤りであり、荒木元副知事のもとへ、 捜査員がガサ入りに行ったということはなくまた荒木元副知事のスマートフォンが取り上げられて調査されたという事実もございません荒木元副知事はじめご関係の皆様には大変なご迷惑とご心配をおかけいたしました心から深くお詫びを申し上げます申し訳ございませんでした また私のチャンネルをご覧いただいている多くの皆様、百条委員会の委員の先生方、すべての県議会議員の先生方、そして職員の皆さん、大変お騒がせをいたしました。ご心配をおかけいたしました。深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。私は この百条委員会を自ら傍聴し、速報性を重視して、自らの傍聴記録に基づいて、これまで動画を公開してまいりました。しかし、これからは二度とこのようなことがないように、十分に精査したものを公開してまいる所存です。どうか、これからもよろしくお願いいたします。 本日はお詫びと訂正をさせていただきました。